はい、あれです。ダイナランド来ております。今日はね、パラダイス、あ、違う、スカイライン A か。スカイライン A コースを滑ってみようと思います。はい、ベータライナーの頂上ですね。はい。あそこに、ダイナランドのナイターの頂上が見えてますね。はい、さあ、こっちもね、たまに滑ってみたい、あ、今シーズン一回滑ったんで見てください。はい。スカイライン A はこっちですね、ここ。ここ急斜面があって、で、なだらかなとこあって、もう一回急斜面があるんだけど、その急斜面にね、コブができていた、できていたので、それを滑っていこうと思います。今日が1月20、じゃない、1月30日、日曜日。で、時間が、4時前かな、3時40分ぐらい、高須のパークの、駐車場が、どんどん変えていこうとしてますね。はい。さあ、じゃあ、滑っていきますね。よろしくお願いします。あ、今日スキーです。スキー入ってます。横幅も縦幅もあるですね。板状になってるかどうかですね、あとは。若干階段状ですね。ただまあ滑りやすい、横幅も縦幅もあるんで、雪もそんなにカリカリじゃないんで、しんどい。あそこ階段だな。あ、もう板状になってるね。横幅があるでまだいいわ。ああ、板状だ、完全に。その辺なんか、ただね、やっぱ滑りやすいよ。横幅縦幅あるんで、このさ、2段連続のコブとかやめてほしいわ。きつい。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。ノーカットでいくね、ノーカットで。ワンタンの顔しない、ワンタンの顔。Oh!
いや、これ面白いよ。練習になる。いや、コブがさ、右左とかさ、マジふざけとる。ふざけとるわ、これ。でも練習になる。あの、バランス掴むための練習になる。割と深いし、カリカリだでね。ウェイターライナー乗って、高須に車あるので高須に帰ります。そしてナイターはダイナ、スカイライン A でした。